従前大古湯の煎じ薬煎じ薬は、生薬を水で数十分煮出して作る、液状の飲み薬のことである。薬液を作るための気薬も、煎じ薬と呼ぶことがある。漢方薬の世界では特に湯液とも呼ばれている。漢方薬術のことを別名、湯液というほどで、漢方薬の8割程度は、煎じ薬の形をしている。かっこん湯や、けいし湯など、 湯とつく薬や、胃にや、線とつく薬は、煎じ薬である。漢方薬には他に、丸のつく眼薬、酸がつく小薬、油がつく塗り薬、雪といって、口に含ませると自然に溶けて吸収されるものなどがある。酸がつき、本来は生薬を粉にして服用する薬も、煎じて使用する例も多い。近年は錠剤、または、状の液剤が用いられることが多くなったが、 あえて煎じ薬を用いる漢方専門医も多い。これは漢方薬においては、蛍光で摂取した薬効成分だけではなく、煎じている時の強烈な匂いや苦味や渋みが複雑に混ざった味も効き目の一つとされていること、より適切な効果を狙って患者の体質や状況に応じて生薬の配合を変更したり、別の生薬等を加えるなどのことが行われるが、 エキス剤では、それが不可能なことによる。召喚論や、近畿要略など、古典に記載されている薬の煎じ方は複雑で、水の中へ投入する薬味の順序が決められているものや、一旦いくつかの薬味を煎じた後、カスを抜いてまた残りの薬を煎じる、などというのがいくつもある。しかし現在は、大体いい次のようにすれば良いとされている。まず土瓶を用意する。ない場合、 家庭に普及しているアルマイトやステンレス、ホーローなどの夜間でも良いが、どうや、鉄製のものは、小薬成分が変質する恐れがあるため使用しては、ならない。その中に水を3合と薬を入れ、やや強めの火で沸騰させ、その後は弱火にして、薬液が半分になるまで煮る。出来上がったら、すぐにカスをこして、別の入れ物に保管し、 ぬるま湯程度の温かさのものを食感に飲むようにする。ありがとうございます。